んだいエリナ、まだそんな連中と一緒にいたのか。いい加減見限りなさい。あと数日中にはその者たちも退学になる。まあフリーダムな試験を行う者さえいなければだが。小林、次の会場では君は謹慎してもらうからね。だって私がやんなくたってどうせいずれ誰かが蹴落とすもん。お父様、その三次試験で不合格になった生徒たちですか。どうかどうかみんなに寛大な処置をお願いしたく。お願いします、お父様。アリスを、ヒサコを、みんなを返してください。予定が押してるな、急ごう。はい、アザミさん。やっぱナキリ、こうなったら皿で決着つけるしかねえよ。ユキヒラくん、中村先輩、自分が何もかも正しいみたいに喋ってくれてますけどね、俺がここに生き残ってる時点で先輩が絶対正しいなんて全然証明できてないっすからね。そんなに俺らを落としたいなら各会場で試験なんてまどろっこしいことやめて手っ取り早く白黒つけましょうよ。こっちの兵隊とそっちの兵隊で十傑の席をかけた全面対決といかないっすか。はあ、呆れ果てる思いだよ、雪平相馬くん。いいかい、そういう交渉は何かかけられるものを用意してから行うことだね。おいおい、釣れねえな中村よ。俺の大事な一人息子に対してそんな言い方はないんじゃねえの。